はい、こんにちは。こんにちは。英語の達人養成ジム、師範大の深夜と、コーチのさやです。よろしくお願いします。今日のテーマはこちらです。はい、英語ができる自分を想像してワクワクしても長く続かない。はい。はい。これはよくありますね。そうですね。私もよく動画で、あなたに英語ができるようになった自分はどんな自分ですかという質問を問いかけることがあると思います。で、きっとですね、この動画を聞いたときは、あ、こんな自分になれたらいいなというワクワクが出てくると思うんですけども、ちょっと経つとですね、またすぐに忘れてしまうってことあるんじゃないかなと思うんです。僕も8年間、大手の英会話スクールで教えていましたけども、やっぱりね、入ってくるときはみんなワクワクしてるんですよね。入学する瞬間はね。ですが、だいたいまあ3ヶ月、半年経つと、だんだんこれがね、ワクワクがなくなっていってしまって、まあ大体ね、途中で辞めていく方のまあほとんど、まあ8割以上がですね、ワクワクがなくなってしまったっていうのは多分一番多いんじゃないかなと思います。で、これをね、一体どうやってこのワクワクをね、続けていくのかっていうのはね、もしかしたら英語学習者にとって一番大事なテーマになるのかもしれないなと思っています。はい。はい。これを忘れてしまうっていうのも、まあ理由があって、行動ってあるとこね、文字とかに書いていて覚えることができるんですけども、感情って本当になんかこう、掴みどころがないというか、このワクワクというのも紙に書いていても、どんなワクワクだったっけって自分でもわからなくなってしまうんですよね。うん、でもそれって結構普通のことだと思います。じゃあ、どんな工夫をすると忘れないのかということについてはこちら。英語ができる自分の姿を五感で覚えておくという方法です。はい。五感ですね。はい。視覚とか聴覚とか、そうです、触覚とかいうやつですね。触覚とか嗅覚とかですね、体感覚とか、そういった五感で覚えておくと、忘れずに長く覚えていられると思います。じゃあどういうふうに使っていくといいのかということを今日お伝えしたいと思います。はい。前回お話したような、あなたが、英語学習を続けることでどんな自分になれるのかっていうのって、どんな自分でしたか？英語学習がなかなか続かなくて挫折してしまうと思っていたあなたが、その英語学習をやりきった自分ってどんな自分だったか想像してみましたか？まあ、いろんな姿をですね、想像した人がいたと思います。まあ、自分の中にこう静かにみなぎる自信っていうふうに答える人もいれば、なんかこうワクワクして軽やかな自分っていうのがあったりする人もいたと思います。で、その時の感情や感覚を見れるもの、聞けるもの、触れるものなどにしておくことによって、日常生活のあなたの密を身近に置いておくことで、その感情を忘れずにいられるんです。で、その感覚をそのまま、表現できれば一番いいんですけれども、ワクワクっていうのをどういう形にするかってちょっと難しいかもしれません。仮に英語ができるようになって感じる感情が、こう自信を持って静かにこうみなぎる自信というのを持っていたとしましょう。そのみなぎる自信ってこう体の中のどのあたりから湧いてくる感じですか？色や形などはありますか？温度なんかはありますか？こういうことを自分に聞いてみると、だんだん具体的になってくると思います。形はないんだけど、もっとふわふわしてる感じのものという人もいるかもしれないし、色は白だったり、なんか金色とかですね、いろんなこう色とか形が出てくるかもしれないし、静かということであれば、なんか温度は熱くも寒くもなくっていうことかもしれないし、みなぎるという感じであれば、マグマのように熱い温度というふうに答える人もいるかもしれません。で、そういうのをですね、ちょっと具体的にしてみると、視覚化したりとかですね、しやすいと思います。で、ちょっとここで、こんな風にやってみるといいよっていうのをちょっと例でやってみたいと思います。はい。じゃあ、深夜さんが英語学習をやりきったっていう自分っていうのは、どんな自分をイメージしますか？はい、そうですね、やっぱりその静かな自信ってのもありますし、うん、まあ、イメージとしては強くなった自分ってのもありますね。お、強くなった自分。はい、うん、あのムキムキのイメージです。あ、ムキムキのイメージですか？見た目のイメージですよ。筋肉ムキムキの、うん、ロッキーとか、うん、まあ、ジャッキーチェンとか、あ、そういうようなイメージですかね。うん、こう英語がですね、どんどんこう自分の方に来てもバッタバッタとなぎ倒していくような、そんなイメージですかね。そうですね、もうネイティブの放ってくる素早い英語をシュッシュシュッシュかわしながらカウンターパンチを浴びせていくみたいなね、そんなイメージでした。うん、はい。先ほどのですね、温度とか、あの、感触とか、そういうのが出てきたら、次に今みたいな比喩を使ってみるといいと思います。うん、例えば今のジャッキーチェンのようなとかですね。まあ、男性だとこんなね、筋肉ムキムキのイメージがあるかもしれませんし、まあ、女性であれば、なんかこう、エレガントな、こう、姫様のようなだったりとか、なんか、ルプスの少女ハイジみたいな、軽やかなとかですね。なんか、そんな風な、こう、イメージがあると、すごくわかりやすくなると思います。じゃ、ジャッキー・チェンや、ロッキーのような、そんなイメージなんですね。そうですね。うん。はい。
で、そんなイメージだと、じゃあなんかこう、立ち姿とかってどんな感じなんですかね。そうですね。まあ、ジャッキー・チェンだとやっぱりこう、カンフーの構え、かっこいい構えをしているイメージですかね。まあ、こういう感じ、ちょっとこれ画面に入らないですけどね。なんかこういう、まあ、蛇の、僕、邪剣が好きだったんで、蛇の剣とかね、こういうやつが好きだったんですいいけですど、ね。こういうポーズとかもね、決めておくといいんですシュッみたいなね。あと、ロッキーだと、こういうボクシングの構えっていう感じですね。そういうイメージです。なんかバックミュージックもかかってきそうな感じですね、ロッキーのテーマが。そうですね、まあ、筋トレやってる人だとよくやってるかなと思うんですけど、BGM をね、ロッキーのテーマソングにしてるって人結構多いんじゃないかなと思うんです。特に僕の世代だとね。こういう BGM とかもですね、すごい効果があるので、その自分だったらどんなこう音楽が流れてて、どんな立ち姿をしていって、何が見えていて、どんな姿をしているのかということを考えてみるといいと思います。今のイメージ、ロッキーとかジャッキー・チェーンであれば、あとはその姿をですね、こう、携帯の待ち受け画面にしておくとかですね、これ視覚ですね。で、聴覚であれば、今みたいな映画のテーマをこう流れるようにしてから、それから英語学習で取り組むっていうのもありだと思います。僕も結構聞いてましたね。あ、本当ですか。ジャッキーの歌っているかっこいいテーマソング、まあ中国語ですけど、聞いてから英語トレーニングに入ったりだとか。あとはなんかそういう敵がやってきて、ね、怠け心に負けそうになったら、あたーとかね。こうやってこうポーズしてやっつけるとかですね。こうペパンチしてやっつけるとか。そういうイメージを持っておくっていうのもいいと思います。そうですね。アターはブルース・リーなんですけあ、ど、そうで実すはね。か。で、あとは感触とかの方がいいっていう人は、軽やかなとかだったら、こうなんかふわふわした何かをこうね、手元に持っておくとか、あと香りですね。匂いっていうのも結構いいと思います。なんかこうすごくクリアな自分とかっていうのであれば、例えばミントの香りを嗅いで始めるとかですね。なんかそういう引き金になるもの、いくつも持っておくといいと思います。そうですね。僕の受講生の方でも、アロマを使って、勉強に集中するときのアロマとか、テンション上げるときのアロマみたいな感じで、それぞれね、使い分けて、自分の気持ちをコントロールしてる方もいらっしゃるので、しかも男性であ、そうなんですいるんね。ですね。で、そういう感情にね、このワクワクに合ったアロマをちょっと探しに行くっていうのも楽しいかもしれません。というようにですね、五感で覚えておくと、すごく脳の中でもですね、記憶の中に残りやすいというふうに言われています。ということで、今日のテーマは、英語ができる自分を想像してワクワクしてもすぐに忘れてしまう。そんな時はこちら。英語ができる自分の姿を五感で覚えておくということについてお話をしました。こう見る、聞く、嗅ぐですね。まあ、いろんなことをですね、自分の中であった方法を試してみていただくといいと思います。まあ、見る場合はですね、こう携帯電話の待ち受けにするとか、なんか身近なものにしておくといいと思いますし、嗅ぐとか触るとかだとね、机の上に置いておくとか、なんかそういうふうにこうすぐにこう手に取ってできるようなことにしておくといいと思います。五感はね、結構まあ女性的な部分もあると思いますので、もしね、男性でちょっとこのね、五感っていうのはいまいちピンとこないよっていう場合は、女性コーチのさやのマンツーマンセッションを受けていただければ、この五感っていうのをね、具体的に引き出していきますんでね、それをね、まあ、受けていただくことで、ちょっとこの感覚も理解できるようになるかなと思いますんで、よかったらね、説明欄にさやのマンツーマンセッションの情報がありますので、チェックしてみてください。はい、では以上です。Thank you for watching! See you later! スマホやタブレットでご覧いただいている場合は、この動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、こんな感じで下に説明欄が出てきます。いろんな情報が載っていますので、よかったらチェックしてみてください。